Let's go。 ジョブチューン R。 ぶっちゃけ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 。こんにちは、 TBS アナウンサー田中みな実です。この番組はあらゆるプロフェッショナルが知られざるその職業の秘密をぶっちゃける TBS テレビで放送中のジョブチューンのスピンオフ番組です。毎週ゲストを迎えてテレビでぶっちゃけた話はもちろん、テレビでは放送されなかった話をぶっちゃけていただきます。本日のゲストは元ラグビー日本代表の大畑大輔さんです。よろしくお願いします。お願いします。それでは俊足を生かして100メートル独走という伝説のトライを決め、世界中のラグビーファンを魅了した大畑大輔さんとぶっちゃけ。それでは参りましょう。元ラグビー日本代表大畑大輔さんのぶっちゃけ。世界の強豪と激しい戦いを繰り広げるラグビー日本代表選手に支払われる1日の手当は、Let's go。 3000円でした。3000円。はい、3000円だったんですよ。日給3000円って、はい、普通に考えても安いですよね、はい、安いですよ。普通に考えても時給換算するとどれぐらいになります？まあ、だからね、4時間の練習で考えれば750円、まあ、6時間ならば500円ですよね。高校生のファーストフードのアルバイトみたいですね。高校生の本当にもうね、そんな感じです。コンビニ行ってましたからね、僕らは。本当ですよね、はい、でもね、海外行くと気持ち上がって5000円とかになるんですよね。でも海外でもそんなに少ないんですか？全然安いですよ。海外だともっと高いのかと思ってました。いやでもね、それでも昔に比べればもう全然もうもらえるようになったんで、本当に良かったかなって、その当時はね、ありましたけど。じゃあどうやって生計を立ててるんですか？いや一応ね、普通にあの会社のサラリーマンとして、あ、まあ、普通の、ね、一般社員としていたので、まあ、その期間中はね、要はだから、まあ、有給消化ではないですけど、きちっとね、まあ、業務をしているという形で、なので、まあ、要は普通の一般的なサラリーマンの中で、まあ、お給料いただいたっていうのがあるんですけど。へえ。なんか試合出たらお金もらえたりとか、勝ったらプラスいくらとか。昔はね、もう全くなかったんですよ。それこそ試合に出ようが出まいが、もうそれこそ国内は3000円で海外5000円だったんですけど、まあ、ある時からそれはちょっともうかわいそうだろうと。かわいそうすぎますよ、はい、いうことになって、まあ、試合あたり、まあ、10万であったりとか。10万、はい、で勝利給20万とかね、まあ、そういうのがね、少しずつついてきたっていう。一人当たりですか？一人ですね。結構もらえますね。あとちょっと最初のご紹介の時に、はい、100メートル独走でトライを決める、はいはい、100メートル独走ですか、はい、この試合っていうのがその、まあ、世界大会の中でのワンシーンなんですけど、要はその終了間際負けてたんです、僕たち、日本代表は、はい、で最後のワンプレーで僕はその自陣の一番ゴール前から相手全員抜いていって逆転サヨナラ逆転満塁ホームランをしたという、でそれで MVP をもらったということなんですけどね。もう端から端まで走ったってことですよね。はい、真っ直ぐじゃないですよ。へー。だからもう相手が、要はだから、ね、このワンプレー止めたら終わりやっていう感じなんで、それこそ壁になって組織でディフェンスしてくるっていうより もう個人個人で来るんですよ、一人ずつ。だから個人個人で来る分、どん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 抜いていくスペースがあるので、で要はもう漫画みたいなもんですよね。もうなかなかだから、こんなシーンは絶対普通にはできないなっていうことを、まあ、やっちゃったっていうね。本当に伝説のトライですね。もう本当にあれはすごいなと。もう次回したんじゃないけど、あれもう一回できるかって言われば、その試合の中ではできると思うんですけど、あの時間帯に、要はその一番しんどい時間帯にあれだけのことできたっていうのは自分でもすごいなと思いましたね。その時の 100m 独走されている大畑さんに、はい、もし仮に人がぶつかった場合、はい、どうなりますか？いやでもやっぱりね、お互いにマックススピードで行くとなると、もうとんでもない事故みたいなことになるんで、それこそもう軽トラックですよね。じゃあ変な話、軽トラックにぶつかったとしても、はいはい、大畑さんは多分耐えれるなっていう、耐えれる自信もありますよね。あの、当たり方にもよりますけどね、来るなっていうの状態ならばある程度やっぱ構えれると思うんで。普通の人だったら吹っ飛ばされますよ。そうですよね。あのちょっと変な意味じゃなくて、はい、私胸筋がすごい好き で、はい、でポコってなってる、はい、隆起してる胸筋を触りたくなるんです、はいはい、よろしいでしょうか？ちょっとめっちゃ僕汗かいてきました。失礼します。こうですか？あーちょっと下が好きすごいフェチですね、なんかそう、私あの上の部分じゃなくて、はいはいはい、ここのこの間のところですね。そうです、あの、はい、なんていうんですかね、胸の下みたいな、ね、そう、下から見た時にポコって、はいはいはい、ポコってなってるとこが好きなんです、はい、その胸に飛び込みたい、まね、ほんまめっちゃ悪い女ですよ ね、 ね、す
すごい脱線しちゃってすいません、ね、はい、あの今太田さん現役引退されて、はい、どれぐらいになります？引退して2年ちょっとですね。2年ちょっと、はい、これからの目標とかって？これから今あれなんですよ、ラグビーが2016年のリオから7人制が正式採用されて、そして2019年にはワールドカップ日本で開催されるんですよね、それがまだまだやっぱり皆さんの中で、まあ、認識がすごく低いっていうところと、やはり僕自身ね、ラグビーっていう競技をしていながらずっとオリンピックに憧れあったんですよ、オリンピック競技何か転向したろうかなって正直思ってた時期もあったんですよね、それぐらいオリンピックに対して憧れがあったんで、自分自身の憧れをなんとかね人に託してやってみたいなっていうのがあるので、うん、今僕はあの大手門学院っていう大阪の大学で7人制の女子チームを作ってるんですよ。女子？はい、女子のプロデュースしてるんですよ。だからなでしこみたいな感じですよね。はい、あ、でも人気でそうですね。そうなんです、今これからなんですよね。女の子同士でもぶつかり合ったりしなきゃいけないんですか？女の子同士の戦いはすごいですよ。なんかもう分かるでしょ、なんかドロドロしてそう。もうそんな感じだからもうね、それこそリミッターないんですよ、解除されてるんですよ。なんか私的感情も入りそうですね。そうなんですよ、すごいんですよ。だからじゃあもっともっとラグビーが浸透して、そうですね、浸透してもらえるように、そしてこの TBS ではねセブンス放送してもらってますんで、はい、これからもじゃあラグビーを日本に広めてください。ありがとうございました。本日のゲストは元ラグビー日本代表大畑大輔さんでした。ありがとうございました。エンディングのお時間となりました。ここでジョブチューン情報です。次回のジョブチューンは9月14日土曜日夜7時から TBS テレビでジョブチューン2時間スペシャルをお送りします。女子サッカー日本代表澤穂希さんの出演が決定しました。他にも冒険家三浦雄一郎さんや国会議員片山さつきさん、さらに特ダネでおなじみの気象予報士天達さんなど超一流のプロフェッショナルが職業の秘密をぶっちゃけます。そしてラジオジョブチューン R、 来週のゲストは世界陸上1万メートルで5位に入賞した新谷仁美さんです。どうぞお楽しみに。 TBS アナウンサー田中みな実でした。それでは来週もぶっちゃけ